第一章記憶を描写してみよう丸一いい文章とはよくある質問いい文章とはどんな文章を言うのでしょうかこうすればいい文章が書けるという作文技術があれば教えてください そそもそも文章とは。いい文章とはと問われてもそもそも文章って何なんだろう文と文章とは違うのだろうかなどと考え込む人もいるのではないでしょうかまずそれらの疑問に答えておきましょう文というのは一つのまとまった内容を一続きの言葉で表したものです多くは最後に句点 丸がついていてますその文を意味がわかるギリギリのところで短く区切ったものを文節といいます文の間に「ね」を入れてみれば文節がわかります的確な、ね」「表現のね」「文章をね」「書きたい」この文は「的確な」「表現の 文章を書きたいの四分節からなるわけですね分節でつながる文を二つ三つと重ねて自らが捉えた事象や考え意見などを筋道立てて書いたものが文章ですそれら全体を例えて言いますといくつも節のある一本の竹が文で何本も集まって形を成している竹林が文章だとイメージしてください そこで説問の「いい文章とは」ですがまずは「中身」すなわち内容があるということ次にその内容が的確に表現されていることこの2つを挙げなければならないと思います。そしてこれは当然のことなのですが内容表現とも借り物ではなくさまざまな意味において自分自身のものでなければなりません。 皆さんは、一人一一人人、このの世に唯一無二の存在です。その唯一無二性は自ら体験したこととともにその人ならではのパーソナリティを育みます一方体験は単に身の上に起きた出来事ではありません人間の意識が強く働いた結果なのですその時に思ったこと考えたこと さらには織りなす感情とともに大脳皮質の側頭葉というところに長期記憶として保存されます文章を書く上でその記憶が必要になるとやはり大脳皮質にある前頭葉が「こういう記憶を」とリクエストしますですから自分というパーソナリティを形成している体験こそが文章の最も大きな源泉大元でして 作文というのはその大元から記憶化された自分自身を引き上げて言葉にする作業に他なりません。といってそれらはそのまま言葉になるというものではありません。第一記憶自体大喜びしたとか大泣きしたとか特別な出来事を除けばそれほど鮮明ではないでしょう中には 部分的にしか浮かんでこないものもあると思われますしかし体験も言葉もすべては自分の中にあるわけです投げ出さない限り文章化は不可能ではないはずです